だってあれ、片道1680円の近郊距離区間のエリアに乗ってなかったですもんね。それぐらい離れてますからね。よいしょ。じゃあ、あったりやっとくかな。あれとかバス行ってんじゃん。あ、そっから先はバスが出てんのかな。もう歩いて知れてる距離になってきそうやけど、港町そのまんまですね。港の町ですよ、ここはもともと旅館かなんかだったのかな。あ、そうですね、旅館というか、あ、宿泊もやってましたね。宿泊宴会とかってなってたんです。あ、結構立派に建つまで、なんかバブルの時代に建ったんだろうなって感じの構造ですよね。昔と思ったらなんか丹後由良荘とかもなんかこんな丸窓があってっていう構造でしたもんね。写真があったら載せときます。昔だからないかもしれないけど。はあ、ピーター、で、蒲郡郡駅は曲がったらありますよと、はあ、いうことで、なんとか無事今日もたどり着くことができそうだ。よかったよかった、ああよかった。まあ一旦アピタ寄るか。言うて疲れたよ。ここで別の生命の海科学館区ね、科学館になってますけど、よいしょ。あ、またってあって帰っちゃおう。よしよしよし、はい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 。でもそこが蒲郡郡の駅ですね。今にもヨットですよ。ラグーナ蒲郡郡ですからね。じゃあちょっとあったり寄ってきましょう。よいしょ。さあご飯食べとったら結構もう日も暮れてきましたね。お塩竹とよいいかって気分にはなってるけど。あ、ちなみにあれですね、な、何でしたっけ、風広さんっていうなんかフードコートのところに、なんかスガキ屋ともう一つラーメンとか売ってるね、ところが、まあ、同じような感じのね、やつが並んどったんですけど、そっちの方がなんかチャーハンとかもいろいろあったんで、このなんか満腹セットっていうやつにね、してみました。いや、あの、しっかりと売れる。1000円でね、今、このご時世1000円であの、売れるのはね、ありがたいですね。いやー、ということで、結構しっかりとお食事も済ませたんで、なんかもう戻ってってもいい頃合いじゃないかなって気はしてるんですけどね。
まあ、ちょっと時刻見て、もう良さげかなと思ったら名古屋に戻っちゃいましょう。しょ、ね、それでもいい時間ではある。よし、ラグナテンボスに行く直行バスなんだ。こっち側はあれなんや、駅名表名鉄になってるんや。まあ、駅の利用規模としては圧倒的にここはもう JR が圧倒してるはずなんですけどね。まあ、ここは前も来ましたもんね。一応明治村やらリトルバッグワールドやら、そう、実はそうリトルワールドの時にちらっと言いましたけど、リトルワールドと明治村って明治とかやってるあれなんですけど、実はあの正式な博物館なんですよね。そう、リトルワールド、明治村はもういるはずだけど、学芸員さんがちゃんといるね、うん、あのちゃんとした歴史とした博物館なんですよね。で、こっからちなみに、平吉まで460。まあ、ってやると、かかるもんな。半田。せやな。名古屋まで1290円か。ちなみに1時間に1本とか、ね、2本とかですからね。で、こっちはもうバンバカ浜郡はね、新快速とかも全部止まりますもんね。特別快速も全部止まる上に、もう本数もね、がっつりそりゃありますよね。小さい仕事は1時間6分以上までありますもんね。で、名古屋まで990円。まあ、だと、やっぱし JR になりますよね。まあ、今日は、そもそも、フリーキップなんでね。そもそもですけどね。よし。で、ここは先、名古屋方面、こっちか。よし、行きましょう。あ、ボートですか、向こうですね。大垣駅、特別会社。ちょうどいいタイミング。あ、ちょうどいいタイミングか。奥が名鉄線ですね。このターミナルを取りに行きましたね。あの時も確か、何だったっけ、蒲郡かな、あ、そっか、豊橋行くのにあれか、そうしたもんな。三から待って、このまま戻ってきましょう。